久保結局左に置かれるんですか。もうそうなりそうだよね、この間のやつで見ると。か普通に今、三笘伊東で行って久保控えかね。ジョーカーとしても、でも僕は試合によってジョーカー変わるというか、この人はジョーカースキルがあるっていうより、例えば今の僕の戦術だとコアブレイクでね、両ウィンガーの消耗激しいからそこがジョーカーになってみたいな。基本的にはやっぱりね、守備できる選手をスタメンに大体置くから、ジョーカーは守備を目つぶっても攻撃がいいみたいな、そういうキャラクターになりますね、求めるスキルってより。現状僕が今までやってきたやつだと。全体構造みたいなのり、あの、把握はスタメン組よりも低いけど、ただスタメン組よりも、その、瞬間的な、あの、プレーとか、オンザボールの質で違い作れる選手とか、そうなりがちです。まあ、ブライトもずっとね、三笘をサブで使ってた時期もあるけど、ただね、まあ、三笘と伊東と久保一緒に使ったっていいわけでね。中島呼ばれるともう明らかにチーム戦術のあれですよね。守備90分間高い強度でできないですからね。ってなると、もう三笘も久保も相馬もそこできるからね。森保さんはそこの守備の強度とか食らいつく気持ちみたいなのめっちゃ見る人ですから。